とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、やっていきたいと思います。エンドの荒れ地のデイリーチャレンジ3ですね。報酬がアーティファクトとなってます。欲しいアーティファクトは、これ。影の断片。251しか持ってないのよ。なので、まあ、254でいいので、とにかくこれが出てほしいというところですね。で、装備ですけども、今日はこれでいきます。名もなき刃に空腹の恐怖、ハーフクロスボウのデバフですね。で、瞬足のブーツ、釣り竿、エリクサーのカバンです。瞬足が入ってるので、こんな感じで、しっかりと、高速移動して攻撃していきたいと思います。では、行きましょう。それでは行きますね。変更点が、プレイヤーの HP が 20% 増加して最後の叫び。で、モブが弱体化持ってんのか。なるほど。弱体化モブは結構きついかもしれませんね、これ。まあまあ、とにかく、頑張っていきましょう。OK。キノコを使わないので、まあそこはちょっと注意して。あれだね。霊気が来たらちょっと弱い。うん。なので、霊気にはちょっと注意していきましょうか。まあまあ大丈夫だとは思うんですけどね。で、極力パワーポーションを切らさないように。あ、いや、普通、あ、そうか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 。空腹の恐怖だから、攻撃速度は若干上がってんだ。そうそう、若干上がってるから、キノコじゃなくても、まあ、それなりに戦ってはいける感じなのね。はい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 。あれ？あの上にある宝箱どうやって取るんだろう？あ、わかんない。あの宝箱の取り方わかんないですけど、取れないのかな？まあいいや。行きましょう。まあまあ、今のところ特に問題もなく。で、ここは、キャプテンがあんまりいないんですよね。なので、まあ、出てきたら倒すけども、まあ、出てこなかったら、おーっ、ね、ラッキーということで、行きましょう。ちょっと、トゲ、痛えな。まあ、トゲプラス、棒だったんで、ゴリゴリ削られたね。OK。いや、もう、これ、もう、五感の方か。若干戻るもんね。ちょっと動いただけで OKOK、 動かんでこのまんま待機しましょう。 OK、 釣り竿あればもう全然余裕でいけるんで OK です。でパワーポーションは切らさないように。あー、なんだあれ、ちょっと待って、あれここひどくないか。おーいって、この数の配電きついよ。あー、待って、キャプテンいる。ちょい待って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 、ここちょっときついな。いけ、 OK。 いや、ちょっと固まるな。 OK。 ちょっとあいつ、あいつ腹立つな。オッケー、ちょいちょいちょい、あっぶね、こいつ腹立つわ。で、な、何、何がついた。あ、脅威か。もういない。うわ、すげえ、数が結構いるね。数結構いるけども、まあまあまあ、まだ大丈夫です。で、ここを開けたらば、確かこれが中間地点だと思うんで、もう少しですかね。あー、懐かしいな。久しぶりにする、ここ、本当に。あ、で、こっからが、シュルカーゾーンか。なるほどね。でも、もう、あー、ちょっと待って、こう、キャプテンいるぞ、これ。確かこのゾーンはキャプテンいた気がするな。
やばい、結構多いわ。キャプテンがなんかいた、あ、いや気のせいか。あ、ちょっと待て待て、トゲトゲ、いや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 、減る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 、むちゃくちゃ減るじゃん。オッケー、もう少しでクリアですかね。あ、いやいや、上にキャプテンいるわ。キャプテンがなんかここ2、3体いたような気がするぞ。いや、気のせいじゃない、いるわ、いるいる、なんか覚えてるわ。そうそうそう、あ、キャプテン絶対いるじゃん、こっちとかね。ほらほら、いたいたいた、いるよね、やっぱり。まあまあまあ、全然大丈夫。ちょ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 、釣り竿が固まったらちょっとやばい。脅威2か、まあ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 、なんか変なね、変更点はつかなくてよかったんですけど。エンダーセント、よし、ちょっと待って、このポーションバリア効いてるうちに倒したい。もう最悪だわこいつ。ちょっと待って、うわ、キャプテンもいるし。あ、いやでももう、うん、クリアはもう目前のはず。ちょっと待ってよ、エンダーセントまず倒したい。よし、オッケー、あいつさえ倒せばキャプテンが来ても全然大丈夫。はい、勝った。どこキャプテン、あーもうもうあれ、こっちに行ってる、いた、おる、よし、オッケー、豚も倒して、モブ HP が 80% 増加。はい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 、今度こそ終わりでしょう。スイッチ全部押して、あとはここから逃れるだけ。いや、この逃れるのが意外と難しいか。いやいや、そんなことない。あとはもう、とにかく上に登っていくのみ。ちょっと待って待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 て、危ねえ、危ない危ない危ない、いや、これやばいぞ、やばいやばい、回復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 、オッケー、危ねえ、危ない、やられそうだった。いや、なんか影のブリューが欲しい。影のブリューで一気に登っていきたい。え、もう強制戦闘とかやめてよ、もうそんなんいらんからね。あ、意外と最後が長い。もうそんな長くなくていいよ、クリアさせて。あ、うわ、エンダーマンいるし、もうもうエンダーマンいりません。あ、いや、いる、オッケー、もう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 クリア、もうクリア、固まらないで、よし、ポーションバリアももうすぐ使えるように準備はできてるし、クリアですね。長っ。んでもって出るか、影のブリュー、あ、影のブリューじゃない、違った。はい、それでは戻ってきました。キノコ254、まあ254は確か今使ってますね。ちょっと残念です。いや、あそこ長かったっすね、あんまりもうやりたくないな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。